さあまずは注目のコース,ストーリー先に5号艇の村上動いてきましてホーム側に移ってきています第2回週間大衆杯2日目の攻防も終盤戦に入りますちょうど完長時刻のもと迎えたカードは第10レースの特徴競争です1号艇は藤山翔太2号艇三笘輝幸3号艇栗原健二、4号艇佐口達也5号艇村上淳6号艇島川光雄以上の6名です 早くもインにどっかりと構えたのは5号艇の村上淳初日は2走とも競り勝っての2着エンジン気配はまずまずのようですそして残る5選手まだ兵先は誰も向けたない格好です今1号艇の藤山翔太向けるか藤山は圧倒的な伸びで驚異の存在初日はドリームを制しての連勝発進宮島はこれで12連勝中と勢いは止まりません さあ藤山がここは少し引いたところの2コース並んだ3コースが2号艇藤山マークか三笘輝幸残る3選手が引いて角は3号艇栗原健二5コース4号艇佐口6コースは6号艇の島川です並び、体型ともに変わりました第10レース内から5番、1番、2番 3番、4番、6番でスタートしましたインからトップスタートは5号手の村上ですがさあここから出ていくのが1号手、藤山ですさあ、2コースからまくっていく1号手に小回り残して5号手の外行いった2号手が出てきますさあ、ここはまくりからトップは1号手、藤山翔太リード、ぐんぐんと広げていきます。 そして2番手は2号手、三笘雄星も内から5号手、村上が並んでスタートは正常でしたさあ、日茶ャ水ですが5号手が先に回って続いていった3号手の内から2号手ホーム側に帰ったところここでは3点並んでの日茶ャ水内側に2号手、三笘真ん中に3号手、栗原外側に5号手の村上でこの3手がぴたりと並んで一方ぶっちぎり一人旅は2号手、1号手の藤山ですそして日茶ャ水ー2号手が先行握っていった3番、5番くるっと6番が運んできますが ここで出てきたのが2号手の三笘リード3停止でその後ろは3号手、栗原が一歩前の3番手ですがアウトから5号手の村上内から6号手の島川もやってきて3番、6番、5番と間隔わずか周の2マーク3号手が先行6番抑え込んで5号手少しバランスを崩してしまいまして3番手は3号手、栗原健二体系は1番、2番、3番でですは最終周回。 先頭は本番2コースからの攻めでしたがスタートしてからぐんぐん出てまくりました1号艇人気の藤山翔太2番手は混戦さばいた2号艇三笘3番手は3号艇栗原で現在上位の体系は1番、2番、3番ですこのまま1番、2番、3番で決まりますと3連単のオッズは25.1倍ですが4番手からスルースと5号艇の村上がやってくるラストターンマーク先頭は1号艇これで無傷の3連勝です藤山翔太 2番手は2号手三笘3番手は3号手栗原守って隊形1番2番3番第10レース先頭1番ゴールイン2番ゴールイン3番ゴールイン6番 5, 番5番5番6番接戦でゴールイン。